まあでも副交換しておきますか。副交換していきますか。あなたが先手です。よろしくお願いします。対局開始。いらっしゃい、マサです。今日もね、初心者の方、級位者の方にも分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、相手の方がこれはなんか横歩取りとかやりたいよって言ってるようにも見えるんですけど、横歩取りはやりたくないんで、ちょっと拒否して角換わりの将棋にしていこうと思います。で、まあ銀で取って銀上がっといて、まあこの瞬間はね交換できないと思ってるんですけど、まあこれで一応後手番の、まあ後手番の角換わりかなってて、まあ相手の方がどういう風な駒組みをしてくるかですね。早繰り銀で来るか、まあ投資掛け銀で来るかなんですけど、まあ、早繰り銀っぽいですね。あ、違う。こうなったら投資掛け金っぽい。ということで、俺もそうね、なんか桂馬跳ねて銀上がってみたいな感じで、まあ右玉やっていこうかなと思ってますが、まあ相手のねこの飛車とか金とかの位置によって、まあ対策をね、対策というかこう駒組みじゃなくてあれか、カウンターの筋をまあちょっと変えていかなきゃいけないんで、まあ、そのあたりだけね、まあ、しっかりしていかないかんなんですけど、まあ相手の方今回飛車が下段、金がまあ中段、まあバランス取る型の右玉、陣形組んでるんで、まあそれにどう対抗していくかって感じですね。まあ玉がねどこに行くかなんですよね。金、飛車と金はそこなので分かったって感じ。あとはまあ玉がどこに行くのかみたいな、玉と銀がどこでしょうって感じかな。で、橋は疲れたんで、角のラインが将来的に気になるんで、まあ、玉は一旦こっち寄っときたいなと思ってます。で、まあ、銀、あ、玉そこね。玉のそこのパターンね。で、これさ、多分ね、銀出た瞬間に歩交換されちゃうと、なんかカウンターの数字がないんで、銀出てくるの待とうかなと思うんですけど。歩ついてくるか銀出るかぐらいしかないと思うんですよね。うん、ですよね。で、この時に歩交換はできるのかな。歩交換して同銀でここやろ。で、飛車が走ってきた、歩交換で飛車ここ走ってきた時になんか反撃ありますかって言われたら歩叩いてみる。取ったら飛車で、飛車と銀の両取りじゃん。なので取れないと思うんですけど、上がってくるみたいな。で、銀がここにおるから歩ついてみたいな。なんかいろいろありそうだけどね。まあでもね、そうね、まあ銀引いて銀引いて、いや、行ってみるかちょっとわからんけど行ってみますか。歩ついて銀みたいな感じでいきますか。いや、この銀がねなんかしてくれんかなって思ってたりするんですけど、この銀がなんか動いてくれんかなと思ってるんですけど、なんかないかな。飛車回ってみる。ちょっとまあ手待ち的な要素も含みつつって感じですけどね。まあ突き越してる形、あの桂馬がね今ジャンプできない形にもなってるんで、まあ将来的に銀が動いたらここなんか桂の頭とかね一歩あった時にやっていけそうな感じもするんですけど、例えば歩ついたら銀ここに組み替えてくるんかな、なんかそんな気がしますよね。そしたら、まあ、歩ついて銀上がらせて、で、ここ歩ついていくかな。で、歩交換して飛車ここにしといて、いやー、でもその瞬間に何かありますかって言われたら、ここに角打ちぐらい？角ここかな？で、ここ狙うみたいな。
7分。まあでも歩交換しときますか。歩交換していきますか。で飛車が、うん、まあ交換してくるよね。でその時に何かカウンターないですかっていう感じなんですけど、歩突くのはなんか違うような気がするが、まあでも歩ってもらうんかな。歩っていくんかな。なんか桂馬跳ねてね、上マジか。それは一応飛車が死んでるように見えるんだが、玉が硬いから大丈夫と見てる。これ金上がったら死んどるやろ。金上がった時にどうすんの、ちょっと聞いてみよう。金上がったらどうすんですか。ブッチしてくるわけ。ほー、なるほどね。一応ここに、そうですか。こう戻ったら、戻って角切って銀にみたいな、そういうのどう。ん、戻ると、まあ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 分かるよ。まあまあやりたいのは分かるんやけど、これ下がるんだから、ここの金と角の交換になったっていう計算にはなってて、次桂馬跳ねてきたらね、飛車が、桂馬跳ねてきたらどうしようって感じなんで、角打って跳ねてきたら歩打ってみたいな、歩打ってで寄らせて銀上がって、寄らせた時に桂なって、いやまあそうね、そういう感じかなと思ってたんですけど、なんかないかね、なんかないかね。角だけなんですか。あ、でも相手の攻め駒は金だけやから、なんかそこまでなんか無理する必要もないような気もするし、ここの金削りたいな、この金削りたいな。ちょっとじわっといっときますか。なんかもたれ差しというか、なんかそういう感じでいってみましょう。まあ、桂跳ねたいのは分かるんですけど、その瞬間に一回、歩かな、歩かな。なんかダイレクトでここ鳴られるよりも、多分ね、こっち側に寄らせてから、なんか鳴らせた方がいいような気がするんで、一回おとり使っときましょうって感じかな。おとりにしときましょうか。で、この瞬間に金とか打ってくるのは、まあ瞬間的にね、歩って、まあ寄るとかせつといて、こっちになれると思ってるんで。で、ここになり込んだら、まあ歩って、おー、なるほど。まあ一回閉じ込めたらいいんじゃないっていう考え方ですか。なるほど。なるほどなのかな。なるほどなのか、俺は。ここ歩ついてみる？歩ついて跳ねてきたら歩ついて取って取ってみたいな。ここ歩つくのあるんじゃない？まあもうね、この角はね、金と交換でいいかなと思ってたりするんですよね。あ、でもこれ先に交換しとくとまずいかもしれんね。なんかその金寄った時にこれで辛くない？こっちかなみたいな。いやまあそうね、それはねちょっと思ったんやけど、これ角切っとった方がいいっすよね。切っとった方がいいね、これ切っとった方がいいな、これ。で、同銀させといて、で、歩の方がいいな。で、これ取っといて、まあ、桂馬か、ここ、この辺に角とかあるのかな。それはちょっと一回無視しよっか。ここに角打ったら早いと見てるんで、なんか飛車とか下ろしとくんかね。飛車下ろす、金打たれたら角打って寄って、金打って、なんかこっちから、ここからかな。
なんやったらこの歩も効いてきそうなんで、まあ、これはね後で入れたいですね。まあそうやって取ってくれるんだったら強者補充しといてって感じかな。まあ次ここに強者打つ手は、まあ、すぐにはないか。寄られるだけで何でもないん でそれは何でかっていうと、寄った時にここに強なるしたいんですけど、この銀がいるからですよね。なので、まあ、ここ、ついていきますか。ついて桂跳ねて、銀をここから逃しといて、みたいな感じでいくか。まあ、そういう感じでいきますか。まあ、ここのね、ここの桂馬とかね、拾いたいんですけど、拾うよりも相手の玉に、迫った方がいいんじゃないかと思ってるんですよね。なんかまあ確かに相手の手駒がね、強桂銀角結構ねなんか豊富になってきてるんですけど、盤面で働いてるわけではないんで、まあそこはね盤面で働いてるわけではないっていうのが、まあちょっとねこちらとしては大事なところかなと思って。ますよ。これ取り込んだ時にここ打ってくるってこと？一回攻防で角とか打っとく？3分角打って銀打たれたら角金強な、攻防で強者とか打っとくんかな。でも強者打ったらこっちの攻めが楽になるもんな。角打っとくかな、角打っとくんかな。まあなんか手駒で遊んでるよりは打っといた方がいいような気がするんだよな。まあ、一応このここも取れるよみたいな。いやでもそれはそれであれか、あのそれはね、なんかこの桂馬が将来的に遊んでくれる感じがしてるんで、もうこっち取っといていいんじゃないかなと思っています。桂馬がね、なんか玉の方じゃなくて右の方に行ってくれたん でこれ同銀だったら、まあそうね、やっぱ凹むよね。なので強者足してここに力貯めたいな。2分30秒、強走ってみたいな感じでどうかな。ここ強者打っときたいな。ここに力を貯めてますということで、すぐ行くと竜が危ないんで、竜で危ないってことなんで、これでもどうなんだろうな。ここのライン開けるのは危ないかな。まだ行きますか。ここ行ってと金作るのが早いんじゃないかっていうふうに言ってるんですけど、まあ歩の補充もしつつ、ここはねあんまりいじりたくないかな。銀打ち込んだ時に歩歩銀強なる歩で追い返されそう。ちょっとねここはなんか一旦置いとった方がいい気がするな。あーまあということでじわりと寄ってきたんですけど、これと金作っといて角、あーここに引かそうってことか。一回金打っとく？金打って切られて取って、ここ、まあでも金一回引かせるか。まあ、ブッチしてくるでしょう。おそらく。で、玉のラインがここか。ああ、ここ効くな、これ。ここに効くな。取られそう。ああ、ということで、一回避けてきたんだけど、それはダイレクトに取られるのを、んー待てよ、これ、取っといた方がいいな。取っといて、で、こっち取っといて、まあ、こっちぶっちはね、まあ、しゃあないかな。で、玉行って、金打たれて、寄って、金寄って、まあ、しゃあないかな。ここまでなんか寄る感じになるんか。まあ、いや、でもそれはしゃあないのかな。いや、受け取った方がよかったかな。ちょっとわからないんですけど。もしかしたら受け取った方がよかったかも。なんかこうやってベタベタ来てね、金打って銀取られるやろ。これはきついよね。1分30秒。そうなるんすよね。そうなりますよね。いや、これはね、俺がね、悪いことした。参りました。次は頑張りましょう。観察やっていきます。はい、観察やっていきます。今回ですね、右玉対、まあ相手のね、方の、まあ腰掛け銀じゃないんやけど、なんか銀保留型の、試合になりました。対局になりました。で、
評価的には、まあ、途中ねちょっと相手の方が良かった部分もあり、で俺がね逆転したところもあり、まあ、最後ね俺が多分間違えて受け間違えたんかな、受け間違えて、相手の方にやられちゃった感じになりました。まあ、詳細はねこれから見ていこうと思います。はい、大事な切り返しなんですけど、42手目でなんか何するかちょっと困ったんですけど、まあ銀引いてなんか組み替えていけばいいみたいですね。例えばこれね飛車先の歩が交換されそうでちょっと嫌だなって思ってたんですけど、これはね銀がここにいるんでここが弱いんですよね。で、まあ、歩突いて例えば取ったら桂馬跳ねてここの角打ちがあると、これは決まってますよね。なのでまあここね取れないんですよね。取らずに、まあ、飛車引いてみたいな感じで行くんですけど、まあ4四歩取って銀が出てきてみたいな、まあ、こういう進行になるんですね。なるほど。で7七角打つ、4三角で支えといて、7七角まあ支えますよね。当たり前のように支えると思うけど、これダメなん？なんでダメなん？まあ角先着できたのはでかいんかな。で5七銀と立ってってどうかっていう感じか。ここは受けなくていいんだ。なんか変な気持ち悪い感じしますけどね。まあ、桂跳ねても下がっといて大丈夫ってことか。桂跳ねてきそうだけどな。6八角、こっち側じゃないんだ、こっち側なんだ。まあなんか成り捨てた時にね、なんかありそうだなって思ったんで、例えば飛んでこっち引いた時になんか一回叩きの歩入りそうなんだよな。叩きの歩が入りそうで、まあ叩きでも垂らしでもいいんですけど、でこれ例えば同金取っちゃうと成り捨てがありそうな気がするんですよ。うん、ですよね。成り捨てがあるんじゃない？あ、成り捨てですよね。成り捨てですよね。でこれが例えば同金で取ったら角取られちゃうし、飛車でこうならこれで飛車が走ってきちゃうんで、まあ角かなとか思ったけど、角も角でまあ金で取られちゃうんで、なのでこの筋に入るとまずいということで、角はこっちじゃなくてこっちに引くと、6八角。まあ一旦ねこのなんかライン利かしておきたい気持ちはあるけれども、まあじっくりね、あだったら、まあ、桂馬飛んでくれるんだったら桂馬歩で取りに行きましょうかみたいな、そういう手なんでしょうね。まあ5四銀とか推奨されてますけど、まあ、8六歩で桂馬取りに行って、これはねこれはこっちがそうですね。相手なんやかんやこう歩がね誤った形、バックした形になるんで、うん、これはこっちが浅そう、確かに。ということで相手はここで歩交換が一応できないんですね。なるほど、できない、まあやりにくいよね。はい、で本譜の66手目のあたりで、まあ飛車ゲットしたあたりで、まあこっちにね1000点ぐらい触れたみたいです。でここはね、まあ桂馬ちゃんと拾っとけばよかったみたいですね。まあ攻め駒の補充させないよっていう感じ。まあ、でも8一飛車打ちか、打ちやからあれか、俺のまあ手順、似たような手順でよかったのかな。まあ、先手で、まあそうね、先手で金打たせたのはどうなんでしょうね。まあ、どっちみち打たれたら香車取るとか、香車取るかどうかを保留できるのか、近づけて打たなかったら。なるほど。例えば8一に打った時に、これで金打たれたら、同じように見えるけど手番はこっちなのか。香車はまあ手に入ってないんですけど、まあ結局取るんだったらね、まあ別に大して差はないんですけど、まあここでねなんか別の手が指せるっていうんだったら、あえて近づけずに、まあ、遠くから打っとけば、まあ、手番がこっちなんで、まあいいでしょうということか。はい、で73手目でダイレクトに香車あるみたいですね。香車ダイレクトに打ちます。避ける手が気になってたんですけど、金ベチャッと打っとけば
これでいいみたいですね。例えば取ってくる手を考えると、金で取った瞬間に今角打てるんで、こう角打たれちゃうんで、これはまあよりいいでしょうね。こっち寄って、まあ、香車なっといて、まあ、次成香寄っていくみたいな手で多分いけそうなんで、これは寄っちゃうんですけど、なので、まあ、同銀みたいな形も、でも結局成香ができちゃって、同金なら角打ちがあるんでって感じで、まあじりじり攻められますよね。なのでここでの最善としては、まあ4に香車打つと、でこれをまあ同香同銀かな、同香同銀でしょうね。うん、同銀ここまでいっといて、ここで何かあったのっていうことか。7四歩、やっぱここなんかと金作っていこうっていう構想がいいのか。はい、で本譜の85手目で6八歩打ちがまた冷静で、受けの手でめちゃめちゃいい手ですねこれ。取ったらやっぱここにね効かなくなっちゃうんで辛いよねということで下がるんですけど、これだとねやっぱ角打って寄ってみたいな感じでちょっと遅いよね。だからこの桂馬を働かせないように銀を打って下がらせて7三歩成。おお、こうやってこうやってこうやっといて、でこの桂馬がここまで行ってくれればまあいいよねっていう感じか。でああまあ竜で取るみたいな手もある。うん、ある。で例えばこれを取ってるようやと、なんか桂馬がさいつの間にかここにいて一歩二歩で金に近づくところがだいぶ遊んでるような形になっちゃうんで、これはないよねと。まあまあ、だからこっちに使っていくのが本筋でしょうね。なるほどね。いや、この歩いいな。この歩からのこの銀か。なかなか打てるもんじゃないけどな。はい、で本譜の91手目でやっぱ受け取った方が良かったみたいですね。ですよね、受けといた方が良かったですよね。3九銀打ちに対して、まあ相手は力足してくるよね、力足してくるよね。で4五桂、4八金、同金、ん？同銀。切ってきたときに、あれか、さっきと違うのは、角引いたときに、金、銀の手持ちやから、あれか、ボロッと銀が取られることないのか。この辺、受けの力ですよね。まあ、5七金打ちに対しては、まあ、4九金とかね受けといて、なんか千日手っぽいなこれ、なんか千日手っぽいな。取って取って取って、まあ何にせよ相手の持ち駒が金金じゃなくて金銀になってるのがでかいのか。まあでもこれは切って切って金打って銀打ってみたいな感じになるのかね。金生産していくんか。生産にこれ取るでしょ。取っといて銀打って銀打ってみたいな。三内玉で寄ってくるんか。そうかそうか、寄ってくるんか。はい、でまあ91手目で受けなかった、まあ、攻め合いにしようとしたのがまあ大きな間違いで、まあここで相手の方がまあ有利になっちゃいましたよね。でこれブッチしてきて、まあ金ベチャーってきたら、まあこれでねやっぱ魅力薄いんでやられちゃいますよね。まあその辺のね距離感、まあこれからも掴んでいければと思ってます。はい、ぜひね、高評価とチャンネル登録していただいて、次回も楽しみにしていてくださいということで、今回もお疲れ様でした。おいしょ。